こんばんは、作曲家の和田貴文でございます。最近ちょっとヘッドホンの話題が多くて申し訳ないんですけど、少し時間ができたのでまた改めて自分の持ってるヘッドホンをですね、いろいろ聞き直してちょっと、検証しておこうかなと思って、また例によって鬼のように聞いてですね、ここに動画に残しておこうと思います。というわけで今日はですね、皆さんも気になると思うんですけれども、メインストリームである3万円台のヘッドホンにフォーカスして見ていきたいと思います。とはいってもですね、私の所有しているものの中で見ていきますので、あれと比べてほしいとかいろいろご要望をいただくんですけれども、すみません、ちょっと自分の持ってる中でいろいろ検証して評価していきたいと思います。まず一つ目ですね、ヤマハの HPH-MT8。 この MT8 というのが出てから音楽制作界隈のヘッドホンの中ではかなり評価の高いものですね。そして私も愛用してます、ソニーの MDR-M1ST、 MDR-CD900 に続いて、後継機種といっても両方併売されているんですけれども、現代のスタジオヘッドホンとして登場した M1ST ですね。はい、そして次に私の大好きなオーストリアンオーディオの中から、こちら HiX50、 こちらも3万円台なんですね。ちょっと今画面出てるものはセール中で安くなってるかもしれませんが、一応定価としては3万円台ということです。はい、次にこちら、ゼンハイザーの HD400 Pro、 これもですね非常に人気のある機種ですね。プロとついてるからなんかプロ仕様なのかなという感じしますが、有名なところだと HD580 とか600とか650とか、なんかその辺のモデルがすごく評価が高くて、でそれの廉価版みたいな感じだけど、プロとついてるだけあって、ゼンハイザーが推してるメインストリームの価格帯のヘッドホンなんですね。そして最近購入しましたベイヤーダイナミックの DT900 Pro X、 これもなんで購入したかというと、先日宮地楽器の方ですね、買い物してたついでにですね、このベイヤーダイナミックというメーカーが気になってて、せっかくだと思っていろいろそこにあったベイヤーダイナミックのヘッドホンを試聴してたんですよ。でいろいろ私もここで聞いたりしたこともあったんですけど、実はベイヤーダイナミックが悪くないけど、特段なんかこれ欲しいなって思ったことはなかったんですよね。でどんな機種があるのかなって、高いモデルとかも含めてですね聞いてみて、その中でふと聞いた時に、あれこれなんか違うぞ、なんてやつだと思ったら、DT900 Pro X、 この Pro X っていうシリーズがなんか最近出たっぽいんですね。ここ1年ぐらいですかね、なんか新しいモデルらしくて、それのこの 900 Pro X というのは開放型のモデルなんですね。これだけなんか頭一つ飛び抜けてるなと思って、お店の人にですね、これっていくらするんですかって聞いたら、3万7000円ですって言われて、ちょっと待って、これ3万円台なのと思って、でそれで今回この3万円台のメインストリームの価格帯のヘッドホンでこう動画にしようと思い立ったわけですね。なのでこれがきっかけです。というわけでこの3万円台のヘッドホン、メインストリームって私は言ってますけれども、多分 DTM やってらっしゃる方の中では、この3万円台のヘッドホンっていうのは、ちょっとお高いイメージがあると思うんですよね。でも私の中でヘッドホンでこれいいなって思うものって、だいたい3万円台からなんですよね。3万円台以降、昔は1万円台のヘッドホンが割と高級な方だった、そこそこヘッドホンにお金出してるなっていう領域だったんですけど、今1万円台ってちょっともう安い部類になっちゃってるんですよ。これはいろんな、世界的な情勢も含めてです。パーツが高くなったりとか、そもそも物価が上がってたり円安になってたりとかというのいろいろ含めて、今1万円台っていうのはもう安い部類で、3万円台がもうプロでも使っていけるちゃんとしたヘッドホンっていうのはそこからっていう感じなんですね。なので、趣味でやってらっしゃる方で、そこまでお金出せないっていう人は、多分安めのものからいくと思うんですけど、私の考え方だったら、下手に安いの買っちゃうよりかはある程度出してメインストリームの3万円台から買った方がいいんじゃないかなと、個人的には勝手に無責任に思っております。というわけで一つ一つちょっと感想をいきたいと思います。まずヤマハですね、 HPH-MT8、こちらはですね、購入した当初はですね、結構いいじゃんって思ってたんですけど、今こうヘッドホンいろいろ揃ってきた中で改めて聞くと、ちょっと低音足りないかなっていう感じ。音のスピード感はあるんですよ。細かいトランジェントからちゃんと表現はできていて、そういう意味ではすごくいいヘッドホンなんですが、
ちょっと低音、低音って言ってもなんだろうな、80とか100あたり、そのぐらいの低音、ローエンドっていうよりかはベースラインを聞きたい、その辺の音が足りないなっていう感じがしちゃうんですよね。でこれを横をちょっとこうやって押さえるとだいぶマシにはなるんですね。イヤーパッド次第では音の印象が変わるヘッドホンかなと思います。まあもろもろ含めて65点ぐらいかなみたいな感じですね。では次いきます。ソニーの MDR-M1ST。 はい、これ私毎度毎度出してるんで、この私の動画前から見てる方はもううんざりしてるかもしれませんが、 M1ST は最初の印象ももちろんいいんですけど、いろいろヘッドホン聞いて、あああれもいいなこれもいいなってなって、もう 2,3 周回ってこれいいなって思うヘッドホンですね。まずバランスがいい、そのトランジェント、音のスピード感もすごいあって、その低位感ももちろん、その位相っていうんですかね、このズレがない、すごいピントがあった感じの音をしてる。なのでもう全体的にバランスがいい。で最初 CD900ST から移行した時に、そのやっぱり音の傾向が違ったんで、なんか広域足りないんじゃないかなと、このエッジが見えにくいなって最初思ってたんですけど、改めていろいろ聞くと、あ、やっぱりこれが正解なのかなっていう気がしてます。低域から広域までを二次元的に見てしまうと、広域の方がちょっと落ちてるような感じするんですが、その音のスピード感が揃ってて、ちゃんとバシッとくるんで、聞こえない感じがしないんですよね。というわけでこれは本当にバランスがいい、まあ、私の中で、これは90点、まあ、ほぼ100点なんですけど、もっといいヘッドホンがあるかもしれないという余白を残して90点です。はい、次こちら、オーストリアンオーディオのハイ X50。 これはですね、3万円台、私のお気に入りのハイ X65 というヘッドホンがあるんですけども、あれは開放型なんですけど、これは密閉型のオンイヤーっていうやつで、音はこのハイ X65 と比べてもなかなかいいんですよ。すごくフラットで、私はこのオーストリアンオーディオのヘッドホンをこの前出した動画でも言ってたんですけど、補正したスピーカーと同じような音をしててびっくりしたんですね。なのでこれは信じていい音してるなっていう感じです。正確性、ローからハイまでしっかり出てて、中域が薄くなるっていうことがない、すごくフラットな感じですね。まあ低域の量感があるかって言ったら割とタイトな感じではありますが、でもこのハイ X65 の音質をちゃんと引き継いで出してる音だなっていう感じですね。でこの前の動画でも言ったんですけど、ハイ X55 より私はこの50の方が実は好きです。音が好きです。で、これ唯一の欠点というか、これオンイヤーっていうタイプで耳にかぶさるんじゃなくて乗ってるんですよ。小さいんですよね。これなんか DJ 用のヘッドホンみたいな感じで、これが長時間つけてられない、耳が痛くなるんです、物理的に。なので音はいいけどちょっと物理的な心地よさが欠けてるなっていうことで、まあちょっと使用用途もいろいろあると思うんですよ。この音質で、オーバーイヤーだったらいいなと思うんですけど、もしかしたらそうするとハイ X55 がそういうことになるのかもしれないです。ということはハイ X55 よりこっちの方がいいって評価してるのは、このオンイヤーだから実現してるのかもしれない。なかなかうまくはいかないですよね。ということで点数をつけるなら80点かな、まあ、これは本当は90点ぐらいつけたいんですけど、物理的な耳の痛さからちょっと80点にします。というわけで次、ゼンハイザーの HD400 Pro。 これはですね、ゼンハイザー評判がいいんで、あ、じゃあちょっと聞いてみようかなと思って軽い気持ちで購入しました。これ最初使った時はすごくいいなと思いました。何しろ軽くてつけ心地がいい、なのでなんかリラックスして何かを聞いたりする時はすごく良くて、何の不満もなかったんですよね。でもこの同価格帯のものを聞いた時にちょっと気になる点がある。音のスピード感がちょっと遅いんですよ。つまり正確なトランジェントを把握しづらい、本当にその微細なトランジェントの有無を判断できないんですよね。なので制作向きというよりかはどっちかというとリスニング向きな感じがしちゃうんですよね。なんか印象はすごいいいんですよ、印象はすごくいい、でもなんか同価格帯のいいやつと比べるとなんかぬるいなっていう感じがするんですよね。バシッと来ないっていうか。というわけでこれ点数をつけるなら70点かな。ヘッドホンとしてはすごくいいけれども、他にいいのがいるせいで70点です。はい、そして今回きっかけになったベイヤーダイナミックの DT900 Pro X、
はい、これ冒頭でもお話しましたが、ベイアダイナミックのヘッドホンをいろいろ聞いた中で、まあ、そこにあるやつだけなんですけど、全部を聞いたわけじゃないんですけど、ズバ抜けていいなって思った、あ、ズバ抜けてっていうとちょっと語弊があるな、そこにあったベイアダイナミックのヘッドホンの中で、あれって思わされたヘッドホンですね。プロ X っていうシリーズ、もう一個700っていうのかながあって、そっちは密閉型ですね。なので多分これの密閉っていう立ち位置だと思うんですよね。まあ、開放型だからこの音なのかもしれませんが、私はこれを聞いて他のベイアダイナミックのヘッドホンよりもなんか解像感が高い、すごくくっきりしてるんですよね。かつベイアダイナミックのその特徴であるこの音の量感がしっかりある、低音のなんか量感が特にそうですね、があるんですよ。でローエンドまでしっかり聞こえて、言ってみれば M1ST のさらにより広域のエッジが立って見えるヘッドホンっていう感じがするんですよね。なので私はこれ聞いた時に、あれちょっと待って、これ M1ST の悪いとこクリアしてんじゃないのって思っちゃったんですよね。まあ、そういう意味では実は3万円台ヘッドホン、これ優勝かなって思ったんですよね。でいろいろこう全部何回も聞き比べして、で思ったことが一つあったんですよ。もう全く問題ないって思ってたんですが、どうしても気になるとこがあって、その広域の出てるのが良くも悪くもなんですよね。もともとその音のスピード感もあるし、広域があの強調されてるように、まあ、この M1ST と比べた時に相対的にですね、広域が 10K あたりとかなんかその辺が立って聞こえるんですけど、そのおかげで、あ、すごいくっきりしてるなっていう気がしたんですが、ずっと聞いてるとそこがすごく気になってくるんですよ。あれなんかピシピシしてるなって思っちゃったんですよね。で最初にお話ししたあのもう 2,3 週回って M1ST っていいんだなって逆にこう思わされたみたいな感じですね。まあ、ただすごい細かいこと言ってそのデメリットを話してますが、私はこの3万円台のヘッドホンの中ではこれはあの全然もうずっと使ってもいいレベルのヘッドホンだなとは思ってます。なので、これ点数つけるとしたら M1ST が90点なので88点、ほぼ同等、M1ST と同等なんだけど、その広域がんって思う瞬間が一瞬あるのでちょっと減点88点っていう感じですね。でももうあの私はおすすめはできるヘッドホンですね。まあ、っていうか今今日出てるヘッドホンは基本的に全部おすすめできるレベルのヘッドホンではあるんですけど、はい、という感じで、まあ、私の持ってる3万円台のヘッドホンだと、まあ、こういう感じということで、まあ順位をつけてしまうなら M1ST かなっていう感じですね、現時点で。あの実はまだ気になってる3万円台のヘッドホンっていうのがありまして、オーディオテクニカ、私全然持ってないんですよ。オーディオテクニカ、学生時代にオーディオテクニカを、使ってたことがあるんですが、まあそれ別に全然高級なものではなくて、ほんと1万円しないぐらいのものを使ってたっていうのがあるぐらいで、オーディオテクニカは全然その後使ってなかったんですよね。で私が気になってるのはATH70X っていうのですね。これあのオーディオテクニカの3万円台のヘッドホンで、開放型なんですね。これはちょっと、まあ、いずれあの購入できたら比較視聴したいなと思ってます。はい、そして最後にですね、番外編、1万円台のヘッドホン、もう完全に定番になってる MDR-CD900ST、そして同じくソニーの MDR-7506 というヘッドホンですね。いやもう本当に最初にもお話ししましたが、1万円台ってもうもはや安い部類なんですよ。でこんだけ物価が上がっていながらもこの MDR-CD900ST がまだ1万円台で買えてるっていうのが奇跡的なんですね。これはもうリファレンスのヘッドホンになってるので、それがまあ1万円台で買えるっていうのはすごくありがたいことだなと思います。これはもうソニーの企業努力だと思うんですよね。まあ、でもあの私散々ヘッドホンの毎回そのヘッドホン取り上げるときに CD900ST をめちゃくちゃディスってるんですよ。というのもあの今更これをあのずっと使っていくヘッドホンとしてこれで慣れてしまうのはちょっと恐ろしいなって思ってしまうんですよね。今時の音楽に完全に合ってないんですよ。全くローが出てないスピーカーとかで聞いてるようなイメージ、それだとちょっとやっぱり作れないなって思っちゃうんですよね。確かにこの業界で言われてるノイズチェックにいいとか、この広域にフォーカスして聞けるんで、例えばボーカルのディエッサーの処理、ディエッシングしてる時なんかはすごい役立つかもしれないです。わかんないですよ、あの適当なこと言ってますけど、そういう場面があるかもしれないですよね。
中高域にフォーカスして聞きたいときはいいかもしれない。私はこれを唯一のヘッドホンとしてはおすすめしないんですけれども、これ2個目とかでは全然ありなんですよね。2個目3個目の時にこれを持ってるっていうのは複数のモニターで確認するのと同じなので、それはもう本当におすすめできると思います。次にこちらの同じ1万円台のヘッドホン、ソニーの MDR7506、こちら実は私昔持ってたんですよ。学生時代から、お仕事始めたぐらいの頃まではこれ実は使ってました。 CD900ST も持ってたし、これも持ってました。だいたいこの CD900ST の低音出るバージョンみたいな感じなんですが、改めて今の私の耳で聞いてみた時に何が起きてるのかちょっと違和感があったんですよ。この低音の出方がちょっと不自然なんですよね。この低音が鳴る瞬間に高音がマスキングされるような、なんだろう、なんか高域がちょっと落ちるような感じ、なんかだから正確になってない感じがするんですよね。低音は鳴るけど、じゃあ今時の音楽に適してるかっていうと、これは適してないですね。これだったら CD900ST の方がいいですよね。なので7506は、私は完全におすすめはしないですね。全然これもうこれ慣れちゃってるよって人はこれで判断すればいいと思うんですけど、それはもう誰も文句言えないんですけど、私はおすすめしないですねこれ。はい、というわけで、結構思ったより長々と喋ってしまったんですけど、まあ、結論言ってしまうと、何周回って戻ってきたのかな、 M1ST が3万円台の中で私は優勝です。次点 DT900ProX かなっていう。あとはもう今私がメインで使ってるのがこのオーストリアンオーディオの HiX65 とこちらのソニーの MDR-MV1、 もう両方とも開放型なんですけれども、この2つはちょっと価格帯が5万円以上、まあ、大体6万円ぐらいなので、3万円台を買うか買わないかって悩んでる人になかなかおすすめできないんですけど、ちゃんとしたものを欲しいって言うんだったら私はこの辺をおすすめしますね。でもそう考えると M1ST って3万円台でよく作ったなっていう感じはしますね。まあ、密閉型なのでレコーディングでも使えるし、ミックスマスタリングの時にも使えるしということで万能なんじゃないかなと思います。はい、まあ、あくまで私の主観なので、ぜひ皆さん楽器屋さんとかいろんなところに行って視聴してみてください。それでは今日もご視聴ありがとうございました。